アベマ、オリジナル恋愛番組、私たち結婚しました5に、元乃木坂46の堀未央奈と俳優の百瀬匠が夫婦として出演する。本番組は、韓国で2008年から約9年間レギュラー放送された国民的大ヒット番組、私たち結婚しましたを日本版にリメイクした、アベマ。オリジナルの結婚モキュメンタリー番組、芸能人同士の期間限定の結婚生活に密着し、結婚式や新居の準備、寝室での様子など、普段見ることができない芸能人夫婦の様子を放送する。初回放送では、新シーズンで結婚生活を送る2組目の夫婦が発表。国民的アイドルグループ、乃木坂46を卒業し、現在は俳優やモデルとして幅広く活躍する堀未央奈と、TikTok のフォロワー数が370万人を超え、モモタクの愛称でも親しまれる俳優の百瀬匠ペアが出演する。また今シーズンのスタジオ MC には、シーズン1から続投する俳優の三浦翔平と、シーズン1から4シーズンぶりにスタジオ MC として復帰するモデル、女優の河北麻友子が出演。さらに、昨年12月に結婚1周年を迎えたお笑いコンビサバンナの高橋茂雄が新スタジオ MC として、2組の夫婦の結婚生活の様子を見届ける。そして新シーズンの主題歌は、デビュー20周年を迎える木村カエラが今番組のために書き下ろした新曲、ラリア。オープニングテーマには、木村の代表曲で、ウェディングソング、そして愛され続けているバタフライ、が花を添える。堀&百瀬コメント、私たち結婚しました5に出演することが決まった時のお気持ちを教えてください。堀恋愛番組が大好きでワタコンも韓国版と日本版どちらも見ていたので、自分が出演したらどういう場所に行って、どういうシチュエーションなのかなと楽しみな気持ちになりました。百瀬今21歳なのですが、結婚願望というか結婚すら考えたことがなかったので、と驚きました、笑。でも、未知の世界なのでワクワクしています。番組を楽しみにされている視聴者の方へメッセージをお願いします。堀キュンキュンだけじゃなくて、お互いの元の部分が詰まっていると思うので、そういうところも楽しんでいただきたいです。百瀬夫婦としてだけでなく、時にはカップルっぽく、時には友達らしい仲良さだったり、いろんな面を持った二人なのではと思っています。新鮮な気持ちで楽しんでいただけたらなと思います。